ユーロコプター EC155EC155 バイト1ユーロコプター EC155 はユーロコプターが開発、製造した中型輸送ヘリコプター AS。AS365 同ファンの発展型であり、1997年に初飛行した。ユーロコプターの社名変更に伴い、現在は H155 と解消されている。 AS365N3 の発展型として、当初は AS365N4 の名称で開発されていた。AS365N4 は機内容積の拡大に主眼が置かれており、1996年から開発開始され、1997年6月のパリ航空省にて計画が発表されている。1997年6月17日に、 フランスのマリニアーヌで原型機の初飛行が行われた。1998年2月には名称が EC155 に変更され、3月11日に初期量産型 EC155 バイトが初飛行した。1998年12月までにフランスとドイツから対空証明を獲得し量産に入った。機体価格は おおむね700から800万 US ドル。1999年3月に最初の顧客であるドイツ連邦警察局へ機体が納入された。高知、高温環境を考慮し、エンジン出力を増大させた EC155 バイト1も開発されている。エンジンはチュルボメカアリエル 2C1 e から 2C2 に換装され、離陸重量も増加している。最初の機体は、 2002年に香港行政風飛行隊に引き渡された。2015年3月16日、海と共同開発する、軽民間ヘリコプターと、軽武装ヘリコプターのベース機として選定された。LCH は2020年、ら a は2022年の運用開始を予定している。エアバスヘリコプターズは、H、H155 の製造を中止することで合意した、ことから、 同機体の開発が完了すれば、ガイは H155 を製造する唯一の企業となる。EC155 は AS365 よりキャビン容量が30%拡大されている。ビブローターには引き続き、フェネストロンが用いられているが、シュローターは4羽から複合材製の5羽となり、直径も拡大した。ターボシャフトエンジン2機を機体上部に搭載する。 エンジンはフォデックによりコンピューター制御され、緊急時には出力向上がなされる。助降装置も装着することができ、寒冷地での運用にも対応している。機種は長く伸ばされ、内部には電子機器を収めている。コックピットはグラスコックピットとなっている。乗員は一内市2名で運行し、乗客は通常12名、最大13名を搭載できる。 VIP 輸送型は5から8名程度の定員となる。航空救難型は医療スタッフ4名、単価2個または医療スタッフ2名、単価4個を搭載する。ドイツ連邦警察局富士テレビ向けの東方航空の機体 EC155 バイト。ソース、ありがとうございます。